皆さんようこそ僕の映画の部屋に。さあ今夜はですね、今夜は皆さん楽しみですよ。もうすっかりおなじみになりました宇宙戦艦ヤマト、太陽系の破滅、これをご覧いただきます。まあしかし立派な船ですねこれね。ここに模型がありますけど、そしてこの宇宙戦艦ヤマトはですね、誕生してからもう10年になるんですね今年でね。まあたくさん愛されてきたってことですね。その中にはこんなにたくさんの作品があるんですよ。でこれは劇場用こっちありましてね。でテレビシリーズとして始まったのが昭和49年ですからね。つまりそういうことですね。で今日はこの宇宙戦艦ヤマトの3、このヤマト3をですね元に、特にこの番組のためにスペシャル、テレビスペシャルに組み替えたものですね。さてこの宇宙戦艦ヤマトが10年続いたという中で、つまりその間にこの子供からこの青年になった人たちもたくさんいるんで、この人たちのことこのヤマト世代などという言葉もあるんだそうですね。でさてこの物語なんですが、もちろん皆さんもご存知の通り、第二次世界大戦の時にですね九州沖に撃沈されて沈んだ、戦艦ヤマトが今の時代にですね宇宙戦艦として蘇ったこの大ロマンなんですね。そして23世紀の初頭にですね人類滅亡の危機に、一体人類はこれからどこへ行って生きながらえていこうかという、そういう壮大なこのロマンを秘めてこの物語が展開する日本のこの大河アニメの傑作です。まあ、今日は一つご家族揃って宇宙戦艦ヤマト太陽系の破滅ご覧ください。いかがでしたか、宇宙戦艦ヤマト太陽系の破滅。この物語が非常にこの皆さんに愛されるっていうのは、この第二次世界大戦で一回この、九州沖にこの沈没してしまった戦艦ヤマトがですね23世紀の初頭にこの宇宙戦艦としてよみがえって、そしてまたこの、人類のですねこれからのこの生きていく場所、あるいは、それをもう一回この地球に求めていくと、太陽があんなに膨らんでいく中でやっぱりそれをこう沈めて、そして地球にこう、生きていくという、こういうこの壮大なロマンが描かれているというところにこの夢と希望があるわけですね。さてこの番組来年ですが、来年の4月にはですね、この宇宙戦艦ヤマトの完結編を来年の4月ですよ、堂々お送りする予定でございます。さて来週でございますが、来週はですね特別企画として素晴らしきサーカス野郎をお送りします。この素晴らしきサーカス野郎はサーカスの花、空中ブランコの、そこに活躍する皆さんですね、つまりサーカスの団員たちがですねいろんな事件に巻き込まれて繰り広げられるこのサスペンスロマンですけどもね、千葉真一、真田広之をはじめ、このサーカスの技とアクション機会なしにですね堂々とやっていくということで、これは大変なですね娯楽共演ですね。ジャックの若手が大活躍。来週は素晴らしきサーカス野郎、素晴らしきサーカス野郎、どうぞご期待ください。日本テレビでは宇宙戦艦ヤマト完結編の来年春の放送に先立ちまして、豪華版宇宙戦艦ヤマト完結編スーパーデラックスを30人の方にプレゼントします。はがきで東京麹町郵便局書箱50号、日本テレビ水曜ロードショープレゼント係までお申し込みください。